鈴木のミドルクラス2台 SV650 と新しく出た GSX8S との違いについて話していきたいと思います。まあ、ずっとねこのチャンネルでは鈴木の SV650 を名車としてですねすごく絶賛してきました。まあ鈴木のね V 型2気筒今ね貴重な V 型の2気筒ですよ。もう熟成されたエンジンで、まあ、レスポンスもよく乗りやすいっていうのが SV650 です。で最近出た GSX8S これがですねまあ排気量は違うんですが2気筒の V 型ではなく並列2気筒パラレルツインで出てきました。まあ、ここは実際ねまた新型の V 型を作ってくるのかなって思ったまあ予想もあったんですけど、まあ、予想に反してというか大型の予想通りというかやっぱりね V 型はコストがかかるのでまあパラレルツインで来たと。でしかも270度クランクの2気筒、まあ、今流行りなんですけど鈴木が作ってこなかった、まあ、ミドルクラス2気筒パラレルツイン270度クランクの新型エンジン、もう全ての設計を新しくしてきたエンジンで 8S が登場してきました。まあその2台を比べるというのはまあ鈴木のねこれから担うミドルクラスですね注目のクラスになるんですけども、まあ、650cc と 800cc だと、まあ、ちょっと違うじゃないかっていう話にもなりますけどまあまあそこはね、まあ、市場的には一緒に、まあ、比べる範疇には一応入ると思います。で結論としてはこれはね SV650 もいいし 8S もいいという結論になります。まあ新型の 8S に乗ってみてまあ、正直 SV を超えられないんじゃないかと、まあ、それだけ SV の完成度熟成度がすごくまあ高かったのでそう思って乗ったんですけれどもこれがね 8S も良かったんですよね。しかも新エンジンでまだこれからねブラッシュアップそれから熟成を重ねるまあ第1回初期型のエンジンだったにもかかわらずいいマシーンに仕上がっていたというところでまあこれはねこうつつけがたいというのが実際のところです。そうするとじゃあまあなんだろうな例えば醤油とソースの違いぐらいまあ醤油もねいいしソースもいいまあじゃあそこまで言わなくてもソースとケチャップの違いまあソースの味も好きだしケチャップの味も好きまあケンシロウとラオウの違いまあどちらもね強さもう唯一無二の強さを持ってるけどスタイルが違うっていうような感じの違いだったわけです。両方とも良かった。もちろん乗り味は違います。まあその辺はねやっぱり V 型の良さっていうのはやっぱりじんわりトルクが出てくる良さっていうのがまあ一つありますね。そしてまあ体感よりも実際はスピードがもう出ちゃってるっていう感覚、それから下から上までしっかりトルクがすぐついてくるっていうところがまあ SV650 の良さであったわけです。エンジンの V 型っていうことを考えると、で片や 8S のパラレルツイン、これ270度クランクなんですよ。ただ270度クランクなんですけれども他のメーカーとはちょっと味付けの違う新しい270度クランクのパラレルツイン2気筒エンジンにしてきました。まあ一番の特徴は静かさにあります。まあ低速域の静かさが、まあこれはね270度クランクの、まあ、並列ツインに今までなかった静かさを出しましたね。非常に静かです。ただいつも静かじゃないですよ。回してっちゃうと実は振動があるので、ただもう本当に街中スッと走り出した時の静かさっていうのはこれ270度クランクなのっていう風に思えるぐらい静かです。ただガバッと開けた時はやっぱりね SV の V 型にちょっと似てます。もうトルクがじわっとねこうね水が染み込んでいくような感じでシュワッとこうね一気にドンとくるんじゃなくてじわっとくる感じを残しつつ、その後の伸び具合が SV っていうのはじんわり染みていく感じで伸びていくんですけど 8S はガツッときますね。その後は初動はマイルドだけどその後がガツンとくる
そこの感じが SV650 よりもよりアグレッシブな味付けになってるんですよ。そこがまたいいんですよ。これがね、通常の270クランクだったらいきなりガツンとくるはずなんです。でいきなりガッていっちゃうから、ちょっとこうなんていうかな、ただ荒々しいだけっていう風になりかねないですよ。まあ、他のメーカーもいろんな手を加えてるから、まあ、なかなかそういう風にはなってはいませんけど、そういう傾向をねしっかり潰してきた。そこは SV の扱いやすさに寄せてきたなっていう感じはしました。エンジンの回り方は、まあ、SV はね割とこう、まあ、本当にモーターに近い、まあ、本当どの領域でも開ければスッとトルクを当ててきてくれて乗りやすいんですよ。で 8S もそれに近いです。まあ、それは270度クランクの特徴で、まあ、そう感じやすい、まあ、トルクの出方なんですけれども、ただ SV650 よりも、まあ、なんて言うんだろう、大げさに言うと4気筒のような伸びがあります。伸び感がすごくある。だからそこが胸のすくような加速感につながっていくんですよ。そこがね SV650 と違う楽しみがあります。だからさっき言ったアグレッシブな感じと、その開けていった時の伸びやかさ、そこがね SV と違う魅力を付け足した感じになってるんですよ。だからそこがね、まあ醤油と、まあ、ソースの違いというか、ソースとケチャップの違いみたいな感じの、まあ、違いになってくるのかなと思います。でもどっちもいいんですよ。で SV650 と 8S の共通点っていうのはやっぱり扱いやすさです。トルクを当てた時、アクセルをガバッと開けた時に一瞬遅れて出てくる。そこでライダーが準備をできるところで扱いやすくなってくるんですね。でその後ガバッと開けた時にはガーッといくんですけど、両方とも。ただ SV650 の V 型のじわっとくる、いつの間にかスピードが出てくる感じの加速感と、まあ、8S はまあ本当に伸びやかにガツンときてスーッと伸びていくところが、やっぱり本当ね味付けが違う、両方とも扱いやすいけど面白いエンジンになってます。だから軽快さ、これはねまあね 8S も軽快ですね。非常に軽快、クイックです。まあ、スズキの SV650 も、まあ、8S も車重よりも乗り味が軽快なんですよ。そこがすごいところで、まあ若干軽快さは SV の方が若干気持ち勝つかなっていう感じはします。それはね V 型の特性ですね。多分どうしても2気筒エンジンの方がちょっともさっとするんですね。若干もさっとする。でもねそれはね本当に比べてもう耳を澄ました感じでやっと分かるような感じだとは思います。もう全体的には両方とも軽快です。非常に軽快だ。その軽快さとレスポンスの良さで、扱いのしやすさ、その急に来ないで一瞬遅れてくるっていうところが乗りやすさと楽しさを共存してるんです。それが SV と HS 両方とも持ってる楽しさになりますね。で高回転で回して回して回してった時の伸びやかさ、トルクの強さはもしかしたら SV の方が勝ってるかもしれないです。 8S もかなり回ります。でかなり速いです。ただ振動がねやっぱり強くなってきちゃうんですよね。ハンドル周りにビリビリビリってきちゃうんですよ。まあ、SV も全然ないわけじゃないんですけれども、トルクの太さが結構一定なんですよね。 V 型、要するに SV650 は割とそんな感じでずっと来るんですけど、やっぱり、まあ、パラレル並列になっちゃうと、そこのトルクの厚みの、まあ、加減というのは多少回す回転数によって違ってきちゃうですよね、 V 型に比べると。ただそこをうまくリカバリーしてるんですよ 8S は。だそこもすごいんですけど、まあ、振動 8S はね振動があるのと、そのトルクの太さが若干変わるっていう点で言うと、高回転は SV650 の方が、まあ、ちょっと勝ってるかなっていう気はしました。コーナリングに関してはどちらも曲がりやすいです。ただ8S の方が若干切れ込む傾向が SV よりはありました。ただそこもセルフテアの場合はアクセルを大きくより開けてあげれば解消しますし、セルフテアができない初心者にとってはハンドルをちょっとねこじる感じではなく、ハンドルを抑え気味に多分入っていっちゃうと思うんですけど、そうするとちょうどいいコーナリングになるんですよ。切れ込まないで。だから乗りやすいと思います。どちらとも乗りやすい。で SV は非常に素直なハンドリングなんで、こちらも乗りやすいです。
で両方とも、まあ、割とそうだな安定感は、まあ、あるにはあるし、アクセルの開け方によってはちょっとアグレッシブにも走れるっていうところが自在性、その自在性っていうのは SV650 によく言ってましたけど、 8S は違う形で自在性を出してきてるんですよ。このハンドリングのちょっとした切れ込む違いとか、あとはトルクの当て方、 SV よりもちょっとアグレッシブに出る、で出ると結局その切れ込むステアリングの状態が変わるので、アクセルを開けるとね切れ込まなくなるので、そこで調整してるのかなっていう感じです。だからその乗りやすさを同じところに持っていく、ゴールは一緒なんだけれども、その道筋が SV と 8S でちょっと違うんですよ。こっちのコース行ってちょっとカクカクって行くんだけど、 8S はちょっとそう上り下りがあったりしながらそのゴールに行く、ただ同じゴールは行くよっていう感じの違いですね。だから乗りやすい、曲がりやすい、コントロールしやすい、自在性があるっていうのは両方ともあるんですよ。だからあるから両方とも面白いんですよね。ただし違うんです、そこのゴールまでの道筋が。サスペンションに関しては両方ともちょっとまあ個人的には難色を示しました。まあここは若干やっぱり新しいだけあって、 SV よりも 8S の方がサスはちょっといいかなとは思います。だけどやっぱりもうちょっとですね、まあコストの問題かなとは思いますけれども、まあこの辺はね鈴木さんはやっぱりカスタムしてくれってことなんでしょう。だからそこはまあ両方とも交通つけがたいかなっていう感じです。若干 8S の方がいいかなって気はします。でまあ装備の部分はやっぱり 8S の方が断然いいですよね。新しいからやっぱりこうね、モードが選べる、ライディングモードが選べるっていうところも大きな強みですし、まあシートなんかもね、 SV650 はペラペラでしたけど、そこもちゃんとしたねシート、標準的なしっかりしたシートが 8S にはついてます。メーターもねもちろんカラー液晶で見やすくなってるんで、これもまあね時代とともにやっぱり SV の SV カラーにはなってないですよね、まだね白黒でしたよね確かね。だからそこの見やすさなんかもやっぱりね時代とともに 8S に今軍配は上がってはしまいますよね、どうしてもね。であとはそのやっぱり新しいっていうところで、いずれ時間が経っていくと SV から 8S の方にみんなまあ同じ感じだけど新しい方がいいから 8S かなってこうまあ乗り換わっていく、時代がこう上書きされていくのかなっていう感じはちょっとしました。もちろん SV650 はいいんですよ。しかもやっぱり今 V 型の2気筒エンジン、これだけ熟成されたいいエンジンじゃないですから、その価値はもちろんあるんですけど、要するに市場価値っていうのはエンジンの性能だけじゃない、性能だけじゃないんですよね。やっぱりデザインだったり、まあ色についてるそういうまあオプションとかアクセサリー類も含めた部分での価値になってくるので、まあ時間がだんだん経ってくるとやっぱり 8S が勝ってきちゃうかもしれない、そういうぐらい 8S の出来が良かったってことですね。逆に言うとまあどっちも今の段階では捨てがたい、もう本当に両方並行して販売してくれっていうぐらいのまあいい乗りやすくて楽しいバイクではあります。ただ時間が経つと今言ったようにまあ上書きされて、まあ、SV がだんだん消えていく可能性はあるなっていう風に感じました。だから V 型の特性が好きな人は、まあ、今のうちにもう抑えた方がいいんじゃないかなっていう風に思います。やっぱりね鈴木がこの新エンジンをわざわざもうゼロから作った新エンジンですからね、もうこれだけのエンジンを作ってきたっていうのはさすがだなと思いましたよ。やっぱりこうあえて SV の V 型を、まあ、継承してではなく、もうゼロから作ったこの、しかも270クランクの新しいね2気筒エンジンだから、他のメーカーとは違うこの2気筒エンジンなので、まあさすがだなと思いました。やっぱり走りの楽しさは必ず入れてくるっていうか、もうそれをもう中心に持ってくるっていうのはさすがだと思いました。だからまあその分ね、他のところが他のメーカーよりも悲しいところももちろんあるんですけど、まあそれが鈴木ですからね。でそこはカスタムしてくれってことだから、まあ一発目でこのエンジンっていうのはもう年々こう熟成を重ねていったら
まあ、SV の V 型を超えるような、まあ、270クランクの代表的なエンジンになるんじゃないかなという期待感まで、まあ、含ませる、そういういいエンジンだと思いました。で、 8S の、まあ、全体的なパッケージングも非常に、まあ、程よいところで全部まとめ上げてみました。いや、いろいろありますよ、難はあるんですけど、まあ、これはもうバランスから言ったら素晴らしいです。もう本当に楽しいエンジンだし、だからね、もう一回だから SV650 乗りたくなりましたね。 8S の方が絶対負けるだろうと思っていただけに、そこを覆してきた鈴木のこのね、新開発の力っていうのは、技術力っていうのは本当に素晴らしいと感じた上で、また SV に乗ったらどうなのかなっていうふうにはちょっと思いました。まあ、どっちもいいんで、ぜひね、 8S も乗ってみてください。もう本当にね、 8S もいいバイクでした。